ございます。釣り子 TV です。デプスのニュールアーね、釣り具屋さんに並んでましたよ。フリルドチャット 4.7 インチっていうことで、こういうなんかまあリアルシェイプな感じのね、こんなね、ワームがね、発売開始されていたんですね。カラーはシルバーシャイナーっていうことで、まあベイトフィッシュを意識したような使い方になるのかなっていうことで、まあ他にも魅力的な色、いろいろあったんですけども、シルバーシャイナーっていうのをね選んでみました。まあ一目でわかる何か頭についているぞっていうね、デプスのこういうちょっとしたギミックの部品がついてるワームってなんかワクワクしますよね。いろんなやつありますけども、はい、じゃあね早速開けていきたいと思います。結構簡単に出てきそう。一本出してみますね。はい、あ、なんかねすごいね、持った感じはムチッとしていてね、もうちょっと張りがあるのかなと思ったんですけど、結構ね余韻を残した動きをしてくれそうな、なんともちょっともっちりした感じの触り心地ですね。でテールが思いのかここ薄くてね、ヒラヒラしているね、この頭のギミックと合わせた、こうしてみるとどうですか、ミッキーマウスみたいな感じというか、なんか思ったよりこの頭のこの部品大きいんだなっていうね、そんな印象ありますね。ほいでもって、まあ目がついていて、ほいでもってお腹周りを見ると、このフッキングね、良好になりそうなスリットが入っていますね。ここキラキラして分かりづらいと思うんですけど、このね、スリットが結構深め。ね。このね、スリットね、ちょっと深めな作りになってますよ。で、そこから続いてこの、すごいね、繊細な感じのテール、これが買って開けてみるまでちょっと写真とかで見ただけだったんで、思い色か薄い感じですね。この本当頭のね、このパーツによって生み出されたローリングアクションかな、まあなんというかアクションをしっかりとこの後ろに来たらしなやかに、ね、受けてくれそうな、そんなテールがついております。でね、まあ、あの使い方とかSNS とかいろいろなので見ると、ジグヘッドとかにセットして、でただ巻きで結構自発的にローリング系の動きを発するよみたいな感じに書いてあったと思うんですけども、非常にこれ楽しみなね、やつですね。ただまあこれが肝なんですけど、これをまあ例えば切ったりしたら、それはそれでもうこれだけでね、なんか食わせのソフトジャークベイトになってくれそうだななんていうね、まあこの状態だとまあここがちょっと抵抗になって、そんなに横飛びとかはしないのかななんていうふうに思いますけども、ちょっと壊れてきたらこの部品取ったりしてどうなるかしらとかね、そんな風にも使ってみたいななんていうふうに思いますね。いや、どんな動きするんでしょうか。まあ最近流行りのやっぱりこうホバストであるとかジグヘッドリグであるとか、そういうのに対応してるのかなと思うんですけども、まあダウンショットとかでも使ってみたいですしね、まあヘビキャラの具なんかにしても面白いんじゃないかなって、後ろくるふわーって追いかけつつ、この頭によってちょっと違った動きが出せるんじゃないかなっていうことで、あんまり使い方にこだわりを持たず、いろいろなねリグで使ってみたいななんていう風に思いますね。で、事前にね記事なんか見てどうやって使うんだろうなんて読んだところ、この頭のパーツがあることによって、まあ、動きの起点にもなるんですけども、ゴミとかを拾いづらくなったりとか、あとはジグヘッドでリグった時とかにちょっとしたこの切り立った形状によって、ガードの役割もするっていう風にね、書いてありましたね。へーと思ってね、これは動かすだけのパーツなのかなと思いきや、まあ、これがあることによってちょっとした障害物回避性能なんかも手に入れてるみたいなものに書いてあったんでね、非常に
楽しみなルアーでございます。まあ、もちろんね、釣り場で使ってみたいとも思うんですけど、その前にこれはちょっとぜひもんで、家にね水槽があるんで水中映像なんかも撮ってね、各リグでどんな感じの動きになるのかな、猫リグなんかもやってみようかな、ね、ちょっと気になるところなんでいろいろ試してみたいと思います。まあ、出しどころとしては夏から秋にかけてのリザーバーなんかがベストマッチなんじゃないかななんていうふうに思いますけどね。結構秋のあの魚どこ行っちゃったんだろうってね、今まで岸際夏場なんか打っていればいくらでも釣れたのにね、急に涼しくなってきたりして、魚の居場所がつかみづらくなる瞬間ね、シェードからまあ主に釣れるところが中層沖なんか、そんな時とかに、まあ、魚群探知機なんか駆使しながらね、ベイトフィッシュの群れを探してそういうのを見つけたら、そこに、沈め込んでいってこう動かして中層のちょっとめんどくさいバスを食わせるとかね、そんな使い方にまずはいいんじゃないかなと思って、まあでもね今梅雨の時期なので、まあちょっとね涼しい日なんかベイトフィッシュをね盛んに今日は追ってんじゃないかななんていう日はね、少しこう今こう見えて 4.7 インチってね、そこまで、ライトな、ルアーではないので、タイミングでね、投げ込んでいってみたいと思います。まあどこでどういう感じで、まあ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 いろいろ使ってみたいと思いますが、まずはねこう開けてどんな風な部品になっているのかねちょっと見てみましたが、これはなんかいい感じじゃないですかね。デプスのこういうのだとね、なんだろう、坂股シャットとか、あれがこういうリアルシェイプだったらそれはそれで面白いなぁなんて思うんですけども、こういうね、なんと言ったらいいか、なんかちょっとデプスらしくないというか、まあこういう部品はデプスらしいんですけど、すごいリアルに降ってきたなぁと、これは期待できるなぁなんていうふうにね、リアルじゃなくてもよく釣れますからね。はい、まあそんな感じで、いろいろ使ってみたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですねニュールアー、フリルドシャット 4.7 インチ、これを買ってきて、開封してみてるとこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。